降り積もれ孤独な潮第6話感想動画でございます。はい、いやもう無事最終回が終わりました。いや終わってない終わってない、銃を殴りつけて終わりじゃないねこの物語暴力衝動は抑えきれなかったっていう終わりでしたね。違う人殴って血まみれの顔を出して終わりっていうドラマなんて見たことないでしょ。いやでもほら一応鈴木がさ今までの謎全部鈴木だったみたいになったじゃない。うん、そのハイカーテ事件もそのハイカーは十三殺しも全部鈴木だったってなったじゃないですか。うん、どうなんだろうね、その十三をさ殺したっていうシーンもありましたけど、うん、あんなバレないもん刑務所内入ってって監視カメラってないのかね牢獄の前に。やりそうなもんだけどね、なんか刑務所っていうよりはなんか留置所みたいな感じでしょ警官でも入れるようなところ、うん、だとしてもその入った記録とかさいやまあね あるよねその、まあ、でもいるよね入り口に純のことだからなんかあれじゃない僕が見回りますみたいな見回りますそれで入れてもらえたんだあれしょうがねえなそんな元気に言われたらそう新人とかがちょっとだけだぞって勉強してこいって言ってでありがとうございましたって言って出た後に、うん、お十三死んでんぞみたいになったの誰だ誰だってこれ自殺じゃねえかってそうそうそう怪しまれなかったんだねやっぱあの元気でそうなんだよ。だからまあ一応鈴木の動機としては実の息子なのになぜか十三に育ててもらえず血のつながりのない19人の子供を十三は育ててたその恨みでしょこれ。そうだね。だけどなんかねそれは十三の実は愛だったみたいなさ息子を守るためだったみたいなさ、うん、その DV 夫、うん、いやもうどっちかって言ったら人殺し夫だけどねすごかったよねあれ結局、うん、だからあれ見つかっちゃったわけじゃん見つかって十三家に来てあの米田さん米ちゃんがもうなんかめった出せにされちゃってさで逃げたっつってその純を連れて逃げたってなって逃げるわけだけどその鈴木がさ十三を恨んでたっていうのもあると思うけど、うん、なんで十三純にその本当のこと話さなかったんだろうなって思うんだけどやっぱりいやでも話したら十三がいいってなっちゃって来ちゃうんじゃない一緒にいることがバレちゃったりとかあいつ捕まってるだろう捕まってないのあの DV 夫あんなめった刺しにしてじゃあそもそもあの現場十三家じゃんそうなんだよな十三指名手配になんなかったんかいっていうねあの奥さんあそこで多分死んじゃったじゃん、うん、よ米ちゃんは、うん、あれ何連れ戻したのあそこからあのしていやいや米ちゃんをいや殺して終わりよあれあんなだからあそこが殺人現場になるわけじゃんでも十三家だよね十三はね逃げたんだなやっぱり100分ずつ逃げ切ったとしようその佐藤はじめを捨ててはいか十三になったわけじゃんそっからは多分、うんその後どうやってあの豪邸住めるぐらい金稼いだんだあいつってのがあれだあの実家が金持ちだから今さら今さら頼ってあれだ親父殺しだよな親父殺しだよだって実家の家売ったんだなあそこな土地な無理あるな権利とかな無理あるわだからその順にちゃんと説明してれば、うん、俺は良かったと思うんだよそのもう少しやり方あるだろうっていう十三のあれじゃ恨まれても当然でしょだってあんな突っぱねてさ、うん、俺に息子はいないの一点張りじゃんだって、うん、それしか言わなかったもんなでさその児童養護施設に純を置き去りにしてさあの 7,8 年後かなあれ鈴木がハイカーテ訪ねていくじゃん赤ちゃん時に置き去りにされてあれ何歳ぐらいあれ行ったのハイカーテの時に行ったの、まあ、小学校 2,3 年生だいたい 7,8 歳まあ10歳弱ぐらいかな、うん、行ってたもんでさなんか毎年十三が花束を届けてくれててバイクでね鈴木が待ち伏せしてさお父さん見てやろうみたいな、うん、対面するじゃん十三とで顔だけ見てさ、うん、お父さんって言って行っちゃったでしょバイクでその後さその似顔絵自分で描いてさハイカー邸を訪ねていくんだけど、うん、その似顔絵だけでよくあそこにたどり着いたなと思っていろいろ聞いたんだってえいろいろ聞いたこの人見たことありませんか家の前から始めなきゃいけないじゃんそしたら児童養護施設の前から始めたってことああようやく見つけたあれなんだよあのジュンはもうその頃から刑事の才能を開花させてたってことだね捜査能力が半端ないっていうねあの絵1個だけだよ情報あの名前も住所も何にもわからないだってヘルメットかぶってたわねしかもヘルメットその十三の似顔自分の描いた絵だからねしかもうまいねだからそれでハイカーテーマでたどり着いてもうあれだけで警察合格したようなもんだから
島さん何この番組のなんか制作サイドに携わってるなんかすごい守ろうとするけどあの矛盾を守ろうとするけどなんでこう一緒になって矛盾を掘り返してくれないわけ俺もすっごい防波堤になるけど暴いたら俺も殺されんじゃねえかなと思っていや逆にこれをおかしいと思わなかった島田さんを俺不信感あるからねじゃあ逆にこれを許すんだと思っていやおかしいと思ってないわけじゃないからね俺だってもしかしてあれですかドラマだからかって言うんですかもしかして違う違う違う純すげえなーって思いながらあ純を評価してんのねアホの子みたいな感じで見てたわやべえじゃあもう一個俺が気づいた謎、うん、最大の謎あるんでこれは絶対同意してもらえると思います、ね、いいよ、まあ、児童養護施設に置き去りにした赤ちゃんの時ねそっからさっきさ最大でもまあ10年弱しか経ってなかったと思うっていう話になったじゃん、うん、その数年間の間に十三めっちゃハゲてんのよ何があったんだ十三にっていう分かる赤ちゃんを置き去りにした時ボーボー髪の毛うん、覚えてるでしょそれ若かりし頃の十三ボーボー、うん、前髪もあるちゃんとむしろ髪の量多いぐらい毛量、うん、そっからあの訪ねて行った時鈴木がだから78歳よ、うん、まあ78年経ったとしようじゃあ、うん、もうつるっぱげ十三つるっぱげではないよあるからね小日向さん全然小日向さんになってたじゃんもうその頃には役が確かに激ハゲよもう激ではないちょっと交代しただけ小日向さんがちょっと前に来ただけだからどんだけ苦労したんだっていうその父八年一気に付け込みすぎだろっていう純への思いがえ純への思いがそうさせたんだよなごめんよ純っていうので毎日こうシャンプーした時に手にいっぱい髪の毛ついちゃってそうそうそうみたいなそうだからだから純って言って純って言って一本一本の純が抜けていくっていうザーつながっただからあれよ純ゴミさんに髪の毛取られてたでしょわしゃわしゃってされてあんなんで抜けんのかと思ったけど、うん、あれ遺伝だねだからあもう始まってたんだ純もあの頃純も始まるよ AGA が始まってたんだよその伏線だよね抜けやすかったんだあれ純も純も遺伝なのやっぱ 親子なんだなっていうねそっかじゃあ違和感ないのかこの俺これは一番気になったよ数年でこんなにっていう数年でだから降り積もれっていうのはあれなんだよね朝起きた時の枕の、うん、抜け毛が降り積もってたのそういうことですからそっかただ言ってもまだ謎残ってますからねまあそうだね一応だから今回で2017編は終わったってことでいいのかいじゃあこれはいや傷の男が何なのかがまだ分かってないね傷の男だから何者ないよ本当にでもあの口ぶりからしたら多分ね純も知ってるそうだよね知らないみたいなこと言ってたよね言ってたけどなんか嘘くせえなとは思ったけど余計なことを喋りすぎましたねみたいななんかごまかしてるようにも聞こえたけど、まあ、知ってるとしてじゃあ何者なんだってことだもんねそうなんだよな共犯って感じでもなかったしなうんでもさそしたらさもう本当に上白たけるでいいじゃん何やねんがゾウとかもういい加減そう、ね、上白たけるなんなのじゃあ本当に、うん、6話だよもう6話終わったんだよ全然出てこねえでも一応ほらお母さんに黄色いカーネーションを毎年みたいな描写がありまあ多分生きてるんだろう、うん、でも出てこないで謎の顔傷男がいるやっぱそこにつながるって思いたくなっちゃうよもうそうっすねでも何をしてるのかがわからんっていうその顔傷男鈴木を襲ったでしょだって、うん、あれなんだったんだってなるしねえカノンと繋がってんじゃないのじゃあ顔傷男あでも撃っちゃってるよあれは事故よもつれて当たっちゃったんじゃないのあれは佐伯とこうだってもつれてる時に撃っちゃってカノンに当たったみたいな感じじゃなかったあまあそうかでもな火炎放射攻撃してたしないやだから2024の方で出てくんのかねメイン真犯人みたいな感じで顔傷男どうなるんだろうな、まあ、そうか見つかってなかったらそうだもんなだからなんかあの最後ね佐伯が鈴木タコ殴りにして終わったじゃん公式サイトの次回予告見るとそこにゴミさんたちが突入してくるみたいなあそこでさなんか俺鈴木は多分死なないでしょ鈴木は死なない殴り続けて死なないよね
ゴミさんたちが入ってきて、まあ、佐伯やめなみたいに止めるじゃん。これ想像だけど。だけどさ、鈴木ってさ、手錠解かれてたでしょ、うん、そこでなんか一悶着か、誰か死んじゃうとかありそうじゃない。いや、宗助かカノンが死ぬんじゃないかなと思って。銃が落ちてたでしょ、多分。うん、一個ね。佐伯のは、弾置かれてたけど、純、うん、が持ってるやつはまだ。あるから鈴木がその銃をゴミさんたちが佐伯止めてる間に拾ってカノンとか宗助を撃って、でそれを見たゴミさんが鈴木を撃ってみたいな、で鈴木と、まあ、カノン宗助どっちかがもう死んじゃうみたいな。だってさ、なんかゴミさん6話の冒頭であんな最悪な結末の事件を思い出したくないみたいなこと言ってたじゃん。だから俺の予想だと佐伯が殴ったじゃん、暴力衝動が出て、でその負の連鎖を止めなきゃって言って俺は宗助がなんか身代わりになるんじゃないかなと思っちゃって、やめろ兄貴みたいに言ったのかもしれないしね。で近づいていった時に鈴木が立ち上がって宗助撃っちゃったとかね、うん、うんうん、そういうのあるかもしれないね。そうだな。でまあそれのショックで最近は刑事辞めて無気力警備員になるっていうさ、うん、あとだから気になるのはその2024で記者が追う立花タトゥー東横キッズみたいな女の子はいはいはい、ああそうだそうだ忘れた俺その子、あの子の関係性じゃない、だからその続いてるってことじゃん、うん、立花関連が。そうだね、だとするとやっぱ上白健絶対関係してくるじゃんこれ。だから今度はそっちの謎がメインになってくるんじゃないの。まだ続いてたみたいな、2017で終わったはずと思ってたけど実はまだ続きがみたいな感じなんじゃないのこれ。あ、そしたら最近もちょっと個人でまた捜査とかし始めるのかね。なんかゴミとまた会うみたいな予告に書いてあったよ、記者が来たことがきっかけでまたゴミと佐伯が再会するみたいな。なるほどね。そこにやっぱ顔傷男、うん、上白健、その東横キッズ、まあ、あとカノンとかねが関わってくるんじゃないのこれ。鈴木の奥に大黒幕いるってことじゃないのこれ。やっぱ上白健カノンペアじゃないこれ。うわー、そうなったら結構すごいわな。なんかそんな感じしてきたな。それだったらカノンの演技半端ないね。半端ないね、今までの振り返ると。うん、おっかねえわ。あと個人的に思ったのは全く今の流れ関係ないけど、鈴木が六角形描くのめっちゃうまいっていう。いやそりゃそうよ、あんな何回も俺もこの六角形に入りたいと思ってんだから。定規とか使わずによくあんな綺麗にペンキで描けるなと思った見てたけど、それはだって小さい頃から、まあ、一瞬見たお父さんの似顔を描けるぐらいだから、それはすごいですよ。ジュンはバンクシー説だね。じゃあ鈴木が絵の才能すごいんだから綺麗に弾けるか六角形も。絵の才能だけはすごかった。そうか、うん、だから全然ね、まだここでまさか2017編終わってまたなんか第2章みたいになってくんだって思ってなかったからさ。そうだね。つかあんまりこれあれなんでしょ、視聴率良くないんでしょ、めちゃくちゃ面白いのに。あんまり良くないっていうニュースは見たね、うん、なんで。結構面白いよこれ。やらじゃない、やっぱ時間帯じゃない。そうか、10時半だっけスタート。うん、大体の日本人寝てるからね10時半。いやそんなことねえだろ。疲れてるからみんな。しかも日曜で次の月曜でしょ、1週間の終わりにこの暗いドラマ見たくないって人もいるんじゃない。嫌な気持ちになって寝なきゃないみたいになるじゃん。みんなそうか、ブラックペア見て寝るのか。なるほどね、なんかちょっともったいないなって感じはするけどね。大体の人サザエさん見て寝てるからね。寝てないよ、早いよ。大体の人サザエさんあんま見てないから。面白いけど視聴率良くないっていう、まあ、パターンのやつかね。じゃあ残念だけどね。そうですね、まあでも次回からまた新章突入ですから。ああそうですね、引き続き我々は注目して見ていきましょう。はい、では皆さんからの感想考察もコメント欄でお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。で今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。